はい、そしたら、クロールね、クロール短距離に効くローラーの使い方を、まあ、辰巳流やけどね、ちょっと教えていきます。はい。で、まず、まあ、普通にね、ぐるぐるぐるってこうね、普通のやつね、普通のやつはこうね、こうぐーっと行って、こう書いてくると思うねんけども、はい。で、これをちょっとアレンジして、ね、ちょっとやっていきます。で、1個目、ね、1個目は、頭の位置、ね、頭の位置を上下動させへんように、ね、なるべく上下動させへんように、引っ張っていきます、こうね。はい。で、この時に、手で引っ張ってもらうと、手ばっかり疲れやすくなるので、これを自分の胸と、このお腹、この腹筋とかね、まあ、この体幹を縦に縮めるような感じで上げてきてください。これ、ね、1この状態で引っ張ってあげるね。こう胸と腹筋をくっとこう縮めるような感じ、縦に縮めるような感じで動かしていってあげてみてください。で、これがレベル1ね。はい。で、次もう1個ちょっと応用してやっていきます。ほんで、実際にクロールとかね、泳ぐときは実際にぐっとこう手首をぐーっとちょっと曲げて、ほんで手のひらを自分の方に向けて足の方に引っ張ってくるよね。はい。で、それをちょっと意識してやっていくので、ぐるぐるぐるっていったときに手首をちょっと曲げてください。手首を曲げてあげるね。で、この状態で、この引っ張ってね、来てあげてください。じゃ、ちょっと見本見せます。1。で、ぐっと曲げてね。ほんで、この状態で引っ張っていく。1。これね。はい。ぐっと曲げて、この状態ね。実際、これ泳いでる時のキャッチング、ね。キャッチングのフォームをちょっと意識して、ね。意識しながら、引っ張ってくるね。はい。はい。これね。この2点、守って、一回ちょっとやってみてください。まず1個目が、頭を上下動させない。ね。クロール泳ぐときに、こういうクロールはないと思うので、しっかりと、ここの、こっから頭から、この、骨盤のところまでを、一本の線にして、ね、まっすぐにして、やっていくのと、で、もう1個は、くっとこうね、手首を返してあげて、返してあげて引っ張ってくる。ね。それによって、プルのパワーが上がるので。ね。はい。ほな、これを10回やっていきます。よーい、はい。くっ。くっ。くっ。返すね、しっかりね。手首をグッとこうね。よいしょ。はい、OK。これ参考にしてね。はい、終わり。